1955年春、旧丸岡町と鳴鹿、磯部、高鉾、能根、武田の5つの村が合併して現在の丸岡町が誕生しました。町のシンボル丸岡城の天守閣が再建されたのもこの春でした。あれから50年、幾度も巡ってきた四季。丸岡が生んだ偉大な作曲家今川節の四季の調べに乗せて丸岡町の50年を振り返ってみましょう。九頭竜川と武田川に挟まれ水に恵まれた丸岡の地。太古の昔から水の周りには命が生まれ、人々の生活が営まれてきました。丸岡生まれの詩人内田忠は詩集村々の中で故郷の水をこう読んでいます。桑が美しい小川につけてある。私の足もあんなにしてつけておきたい。いつまでも桑は黙っている。水だけが何かを言っている。透き通る水、透き通る桑、あの冷たさに私の足も耐えられるかしら。越前平野は奈良平安の時代から荘園がありました。当時豊かな荘園を支えていたのは九頭竜川から引かれた大用水でした。それが今も町内を流れる十号用水です。室町時代には高鉾用水が開かれました。そして江戸時代には東部の山際に沿って新江用水が作られ、九頭竜川の水が北部の平野までを潤すこととなりました。50年前の合併、太古より鳴鹿の堰を要して用水の起点となった旧鳴鹿村。十号用水が送る潤沢な水で繁栄した旧磯部村、高鉾用水により広い田畑を潤した旧高鉾村、新江用水で広大な地域に水が行き渡るようになった旧能根村、九頭竜とは別の水系で山裾の村に清流を送る旧武田村、そしてお城の外堀に端を発し市街地の水路網を形成した旧丸岡城。これらの町が一つになったのはもとより水による強い結びつきがあったからと言えるのです。しかし水の歴史は水との戦いの歴史でもありました。用水引き入れ口の要である十号大関は実に数百年もの間原始的な構造のままでした。そのためたびたび流され修復が繰り返されたのです。終戦後ついに大関の大改修が行われることになり、十号大関は鳴鹿園庭として生まれ変わりました。以来50年、丸岡の用水の心臓部として町内の田に水を送り続けてきた鳴鹿園庭でしたが、老朽化は避けられず2004年、周辺施設も含めた新しい鳴鹿大関が完成し現在に至っています。写真で振り返る50年、昭和36年第二室戸台風が襲う。昭和37年、植樹祭で昭和天皇ご来朝。昭和38年、三八豪雪。昭和39年、東京オリンピック聖火リレーが通過。昭和43年、福井国体で軟式野球を開催。用水のおかげで水に恵まれてきた丸岡の田畑。この50年の間に農業は近代的で効率的なものへ劇的に変化します。丸岡には日本の米作りを変えた人物がいました。コシヒカリの生みの親、石積圭一郎です。福井県農業試験場に勤務した石積は、失敗作として捨てられるはずだった交配種をその米質の良さに注目して粘り強く育て、1956年コシヒカリとして世に送り出したのです。その後コシヒカリが
日本を代表する米に成長したのはご承知の通りです。豊かな食べ物を生む水、脈々と流れる水が今も人の暮らしを支えています。写真で振り返る50年、昭和48年、8号線バイパス開通。昭和54年、築城400年祭で延岡市と姉妹都市締結。昭和55年、育樹祭で皇太子ご夫妻ご来庁。昭和56年、豪禄豪雪。昭和56年、町役場新庁舎落成。丸岡町は織物の町、中でもネームやリボンなどの織マーク、いわゆる細幅織物では日本一の産地です。丸岡の織マークは大正時代、京都の西陣で技術を学んできた人たちが丸岡に帰って工場を開いたことに始まります。織マークの需要が伸びる中、京都西陣からの注文を受ける形で成長したのです。独自に開発された細幅織機が非常に優れていたこともあり、丸岡は業界の最先端へ。近年ではコンピューターの導入でリアルな図柄も再現できるようになりました。細幅織物を中心とする産業の発展とともに人口も増加。合併当時およそ2万3000人だった町の人口は1995年に3万人を超えました。その土地に住む人々に代々受け継がれていく祭り、旧一町五ヶ村には地区を代表する祭りがあります。長い伝統を持つもの、この50年の間に生まれたもの、どの祭りも地区の人たちの思いに支えられて、土地の心を次の世代へと伝えていきます。写真で振り返る50年、平成元年、山口ダム完成。平成元年、マルクスブルグ城と姉妹城提携。平成10年、ポートランド市と文化交流都市宣言。平成10年、丸岡高校サッカー部全国3位入賞。平成13年、丸岡子ども歌舞伎始まる。水の流れが育んだ人々の営みは、今度は物の流れや情報の流れを生みます。丸岡町でも高速道路のインターチェンジ近くに物流センターが増え、県内初の情報産業の企業団地ソフトパーク福井ができるなど、新しい流れが生まれています。昔からあるものの良さを見直すことで名産品となったのが蕎麦。丸岡の蕎麦は品質、作付け面積ともにトップレベル。昔も今も変わらず町を見守る丸岡城。そこから生まれたユニークな試み、一筆啓上書。健康づくりに力を入れ、生きがいと創造性あふれる町づくりを目指してきた丸岡には、伝統から新しいものを生み出す活力があります。50年前、町村合併を契機に丸岡中学校が建て替えられました。教育環境の整備は新しい町にとって何より大切なことでした。そして50周年を迎える今、2006年の開校を目指して丸岡南中学校の建設が進んでいます。教育の充実、子どもたちの健やかな成長こそが輝かしい未来への鍵となるのです。丸岡が生んだ作家中野茂春は、その代表作「梨の花」の中で子どもの目から見た丸岡の季節の移り変わりをこのように書きました。冬が過ぎて春が来る、雪が消えてしまう、山の雪も消える、山は前山のが消えて、それから後ろ山のが消える、どこからどんな順序で消えるか良平ら子供は知っている。そうやって雪が消えて
持ち草を手ごに摘んできて草団子にして食って、それから梅の花、桃の花、桜の花、スモモの花が咲いて、木の芽が出てきて、タケノコも出てきて、ツツジの花が咲きかけて、白い毛の生えた粒のような梅の実が見えてくる自分になって、割烹鳥が鳴くのだ。水の周りに集まった人々が村を作り、大地を守り、文化を生み、それが次の世代を育てていく。命を育む水と美しい四季、町の形は変わっても大切に守り伝えていきたい。大地と水は丸岡に住む人々の命の源だからです。